はい、ちょっとさ、はいはいはい、いやいや、そういう声だよ俺。いや、違うでしょ、絶対昔からそれ大丈夫、そのお茶大丈夫でしょ。いつの、うわ、開いてんじゃん。それあれだよ、ヒキトラさんのやつだろ。ジーンさん、サブちゃんで。はい、サブちゃんで。もうウィキペディアの、うん、相談をヤフー知恵袋、あ、そうだ、間違えた。カンってなるし。ヤフー知恵袋の、うん、相談を全部解決するっていう曲を取りたいの。はいはいはい、わかったわ。YouTube の水溜りボンドの P さん、うんで、うん、絶対おねえですよね。かわいそう、 P さんかわいそう。ちょっとでも P さんがそう思われる理由なんとなく分かる。あいつが悪い、あいつが悪い、あいつが悪いっていうのは2回。おねえではないよ。おねえではないけど、おねえみたいな喋り方してるとこ見たことあるね、うん、謎だわ P さん。P さんだけ同級生だからちょっときつく当たっちゃう。いや、後輩にきつかれ。恋愛経験のない人が大衆に認められるような恋愛小説を書くことは無理ですか。俺、西野カナさんが恋愛したことないって言ったら、うん、えって思う。野球の例え俺するときあるじゃん、その野球やったことないの。そう、わかる、その感じ、うん、全然知らないのに野球の例えするもんね。そうそうそう、俺野球の例え好きなの。あれ、なんなんで好きなの。しかもさ、俺が野球の例えするとさ、あ、俺あんま野球やってなかったらわかんないなとか言うじゃん。いや、お前もやってんだよ。それベストアンサーなんつってんの。知らないっす。それを見るべきだろ、ベストアンサー。恋愛と殺人を同列に語るのは無理がある。恋愛は多くの人が経験していることだが、殺人を経験している人は極めて少ない。小説の読み手のほとんどが恋愛経験者なのに、作者に恋愛経験がなかったらおかしいだろう。それは単純に創作する上で不利になると考えるべき。すごいな、そいつすごいな。でも西野カナにさ、うん、その会いたくて震えるっていう思いをさせた男をさ、うん、レコード会社からしたらマジナイスだね。うん、ほんとナイス。いい音を奏でさせたわけね。そいつはな、もう別れたのかな、その人と。売れるってことは、うん、その感覚が鋭すぎるから困ってるってことだもんね。だから一切持ってないからね、あれ多分。マジ盛れないでしょ。いや、じゃあその時さ、西野カナさんはさ、うん、ガクガクしたら。ガクガクすんなや。でもさ、恋愛してませんって言ってるさ、うん、アーティストの女の子がさ、うん、急にその恋愛の歌書いてきた時さ、事務所どう、うん、どう思うんだろうね。いや、それはなしなんじゃない。いい曲だなーって思った時、あまりいいの、いい曲だな、でもこの子恋愛しないことになってんのになった時どうすんのかね。いや、とりあえず聞くんじゃん。いったん、うん、なんて、どうやって書いたのって。いや、降りてきました。いや、いいけど。いや、なんでいいけどって。それで満足する分には出していいですか。いや、いや、怒んないから言ってっていうことね。でも付き合ってるって。いや、でも言ってどうす、言ったらどうすんの。じゃあ付き合ってます。ああ、いや、どうすんの。やめた方がいいんじゃないって。どっちを。どっちも別れて曲出さない、最悪のケース。いや、なんでだよ。結婚するなら、うん、石油王と決めています、うん、どうしたら石油王と結婚できますか。俺これあんま言ってないけど、うん、俺石油王の知り合いいるよ。俺石油王の知り合いいるよ。いや、まあちょっと喋ったことあるぐらい。ふざけんなや。まあ、どこの国。いや、知らない知らない。まあ、週何で飯行くの。行かないよ。行けよ。お前じゃないじゃん。なんで。行けっかな。え、どうすればいいと思う。え、でも石油王って、うん、持て余してそうじゃない。金、うん、で、しかも一夫多妻制の国でしょ。そう、どうせ。どういう偏見じゃん。いや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 、可能性が高いじゃん、単純に。ああ、なるほどね。じゃあ一夫多妻制の国に移住して。そう、移住して何になればいいんだって。ラクダ関係じゃない。なんで。いや、ラクダの近くにいるだろ、石油を。ラクダのあの引っ張る人とか洗う人とか。ラクダ洗う人なんの。いるだろ。いや、いる。仕事としてあるだろ。水溜りボンドの答えは、うん、一夫多妻制の国に行って、ラクダを洗う仕事です。
嫁が私の歯ブラシで床、風呂の床を洗っています。どうしたらいいですか。本来風呂用のやつやつが別に使われてないから歯磨く。なんで大阪のおばちゃんはヒョウ柄とか着るんですか。確かに阪神タイガースから、いや、もっと多分何かがあるんで。何だから、トノとかがライオン好きだったとかじゃないの。トラな。なんな。なあ、なんでトノライオン好きなのか。おばあちゃん、トラ金だよ。